これは演習楽器製作で今開発中のですね、補助譜面台です。アップライトピアノというのは普通ですね、ここに譜面台がありますよね。ヤマハもですね、ここにありますね、他のメーカーもほぼ一緒です。こういうふうに上に譜面台のついた形っていうのはですね、結構人気なんですね。ヤマハもカワイももちろん、アポロアトラス、みんなこのような形のものも出しておりますが、非常に人気なんです。なぜかというと、グランドピアノのこの譜面の位置と同じ目の高さにあるんですね。ピアノの先生のとこがグランドピアノでも、自宅のピアノはアップライトというパターンが多いと思いますが、楽譜の位置が違うとちょっと戸惑う方が多いんですよ。だからこのグランドピアノの目の位置に馴染んでもらうこともいいんじゃないかなということで、これが開発中です。今ちょっとね、黒がなくてこういう艶消しの木目の色ですが、黒もですね、いずれ出るんではないかなと思うんですが、今はこの形のものでになりますね。実はね、これ121センチのタイプに合うものなんです。で、132センチのこの大きいタイプはですね、ここがあと10センチ長いタイプ、これもですね、これからラインナップに増えてくるんではないかと思います。じゃあ目の位置の高さが本当に同じなのか、ちょっと検証してみたいと思います。はい、グランドピアノ、ここが少し低くなってますので、だいたいですね、98センチぐらいかなと思います。で、下にインシュレーターを敷くと結局1メートルぐらいになるんではないかなと思いますが、これがグランドピアノの譜面の目の高さですね。で、寸法を測りやすいように少しちょっと左に移動させましたけど、下からどのようになってるかというと、だいたいこうですね、98センチぐらいです。インシュレーター敷くと1メートルぐらい、もうぴったしですね。この同じ目の位置にしようということで開発中ということなんですね。実はこれですね、めちゃくちゃ簡単に設置できるということで、もうここにかけてるだけなんですよ。これをですね、上の蓋を開けていただいて、ここに置くだけ、ここは畳めるようになってるのでこういう風になりますけど、ここを伸ばしていただいて、こういう風にかけるだけなんですね。だからもうどなたでも普通に自宅のピアノに設置することができることですね。この上の板のところの寸法があんまり分厚すぎるものは、別のここの部品用意しないといけませんが、ほとんどのピアノはこれでいけるんじゃないかなと。色合いで言いますとですね、ヤマハの W106 にめちゃくちゃ合うんですよ。ここだけ艶消しではありますが、なんかめちゃくちゃフィットしますよね。で、これはU1 用なので、121センチ用なので、あと10センチここ長くなりますのでね、これでグランドと同じ目の高さになるという、こういうものも色合いがねすごく合うと思いますね。これは125センチの大きさのロレックスですが、ね、めちゃくちゃ合いますね。なんかフィットしますね。これはマホガニーの色ですが、これね、ウォルナットにもマホガニーにもどっちにも合うような色合いになってるんじゃないかなと思いますね。なんか自然じゃないですか、すごくね。これは125センチタイプの、これはディアパソンの黒になりますが、U1 タイプのこれでも125ぐらいまでは、これで合うかなっていう感じがしますね。なんか結構いいですよね、これね。実際に楽譜を置いてみると、こんな感じです。やっぱりですね、目の高さが、楽譜の位置が、アップライトはやっぱりこう無理をして、下の方でね設置してたのを、こういう今までのねグランド型面台のタイプみたいに、どんなピアノでも目の位置を高くできるっていうのは、画期的なことじゃないかなというふうに思います。ピアニストが言うんですが、弾いた時にここに譜面を置いた時にですね、弾いた時にやっぱり指が当たってしまうという、だからこれはやっぱり閉じていたいという方が結構いらっしゃるんですね、激しく弾く場合ですね。でもこれだったら指はまず当たることはありませんから、そういうアップライトでガンガン弾く方なんかもですね、気兼ねなしに弾けるかなという感じはしますね。いかがでしょうか。実際に座ってみた感じはこんな感じです。今までの譜面の位置はここです。この位置ですね。子供にはこれぐらいでいいと思いますが、でも習いに行ってる先生とかグランドだと、やっぱりこの位置で弾く訓練、そして発表会なんかはもちろんグランドで楽譜は置かないと思うんですけど、でもこの高さに慣れておくということ、自宅でもっていうのは結構いいかなと思うんですよね。ちょっとこの状態で、これはショパンのめっちゃ古い楽譜、そうそう行進曲ですが、そうそう弾ける曲ではないので、私は違う曲をこれで、この感覚でね弾いてみたいと思います。
売になるのが楽しみですね。出たら欲しいっていう方いらっしゃったら、作れる台数多分少ないので、少ないスタッフで作られると思うので、早めにもう順番で私は抑えますから、ご希望の方はピアノドットコムに言っていただいたらと思います。で、今はこの色なんですが、黒いタイプのがですね、結構コストかかるんですね。だからまあこれをそのままうちで仕入れて、うちで黒く塗ってしまうと、ここだけ茶色に残してたらめっちゃかっこいいんですが、ここだけ黒に塗ってしまうとか、いろんなことを考えてます。なので、興味ある方はですね、ちょっと早めに、言っていただいたら、演習楽器の方にですね、今こんだけ予約ありますよ、言ったらめっちゃテンション上がると思いますので、早めにおっしゃってください。よろしくお願いします。それでは、さよなら。